皆さんこんばんは、ゆきチャンネルです。本日はこちらの天下一品お山店さんにやってまいりました。天下一品さんといえばこってり一番。本日も事前に撮影許可をいただいて撮影しております。こちらがメニューになります。まず最初にやってきたのはこってり天津飯です。今回初めていただくこってり天津飯、こちらのタレがこってりスープになってます。そしてふわふわの卵、中は白いご飯です。いただきます。ここで私の頼んだラーメンがやってまいりました。ただお先に天津飯をいただいていきます。卵がふわふわ、このタレが何とも言えない美味しさです。そしてカニカマを発見しました。ネギとカニカマも一緒にいただきます。こってりスープ、天津飯にしてもよく合います。これはご飯が進む。バクバクいけちゃう美味しさです。続いてやってきたのはななみちゃんのこってりラーメン、もちろんネギ抜き。そして私はこってりマックス大盛りを注文しました。今回念願のこってりマックス、見るからにこのドロドロスープ、普通のこってりと違ってかなり濃厚になってます。そして麺は大盛りにしちゃいました。美味しそう。それではやっと食べれるこちらのこってりマックス、見てください、このスープの粘度。いただきます。これはやばい、確かにこってり、これは笑っちゃうくらいこってりです。さすがこってりデリーマックス。早速麺をいただきます。この細いストレートの麺がまたいい、天一といえばこれですよね。今日はかなり寒い日だから、この熱々の麺をすすって最高です。美味しい。さあここでななみちゃんのこってりラーメンと比べてみましょう。全然違う。普段こってりを食べているのにこってりマックスをいただくとこんなに違うものかとびっくりしました。とにかく濃厚、マジでこってりです。天下一品さん、久しぶりに来れました。麺こんなに長かったっけ。この細麺がこってりスープによく絡みます。さあここで卓上の胡椒、なかなか出ない。ここでやっと胡椒がかかりました。
ざ胡椒をかけたこの麺、いかがでしょうか。これは美味しい。一気に味が変わりました。胡椒最高にうまい。これはいいアクセントになります。スープも最強に濃厚でとろっとろ。お次は卓上にあったこの味噌を入れてみたいと思います。ちょっとずつ溶かしながら入れてみたいと思います。これも辛すぎなくてコクが出て美味しい。いい感じです。さあ、パパとシェアしているこちらのこってり天津飯、これとにかく気に入りました。美味しい。もちろんこの超こってりなこってりマックスのスープかけちゃいます。これは間違いない。めっちゃうまい。こってりマックスはご飯に抜群に合います。ここでチャーシューいただきます。これは美味しい。柔らかい。細切りのメンマも食べやすくてよきよき。またまたここで胡椒をばしがけ。なかなか出ません。杉蔵さん助けて。胡椒がばしがけできません。なんとか無事に胡椒を投入できました。杉蔵さんがおすすめの胡椒ばしがけ、これは食べて納得です。もちろん普通のこってりラーメンにもいいけど、こってりマックスにもよく合います。うまい。時間が経つごとにさらにこの麺に絡みつくスープ、この濃厚なスープをまとった麺がまた美味しい。濃いと思いながらもついつい飲みたくなるこのこってりなスープ、とろっとろなんだけどついつい飲みたくなっちゃいます。麺大盛りにしたけどどんどん食べれちゃいます。もう残りもわずか。ここでスープを飲みつつ、具材はすべて食べきりました。最後にこってりマックススープいただきます。さすがに全部は
今回飲みきれなそうです。ここで完食。お腹いっぱい大満足、ごちそうさまでした。さあ、ななみちゃんはと言いますと、なんとなんと全て具材は食べきってスープを飲んでおります。こちらはこってりラーメン、メンマが1本残っておりました。最後のメンマもしっかりと食べてもらいましょう。これで具材はすべて完食と、すごい、丼を持ち上げてぐいぐいと飲んでおります。こってりスープを飲み干すつもりでしょうか。なんと完食です。簡易完食、素晴らしい。美味しくいただきました。ごちそうさまでした。皆さんこんにちは、ユッキーの娘のななみです。いつも動画を見てくれてありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。これからも見てくださいね。バイバイ。SNS のフォローもお待ちしております。本日も最後までご視聴ありがとうございました。そして次回からの動画の更新は毎週金曜日夜8時からになります。次回もまた見てくださいね。それではまた会いましょう。バイバーイ。